はい、新選組アメイジングやっていきたいと思います。続きからですね。今もう6章ですからね。はい、脱いでる気がつくとぼんやりマイクに入ってるだろうね。ちょっとうう言ってる。何、新選組始めたから治安が悪くなった。日々が続いていた斉藤さんと私、口づけした。そうだったわ。斉藤さんのぬくもりを求めるように唇に指を這わせる。恥ずかしかったけど不思議と嫌じゃなくて、抱きしめられる腕が離れる瞬間、寂しくてたまらなかった。もう好きだよね。うん。はい。思わず体が飛び上がって声も裏返ってしまう。帰りなさい、斉藤さん。脅かしてしまったようですね。申し訳ない。そんないちいち気にしなくていいのよ。とも書きながら斉藤さんが大きな体をうなだれさせる。私こそすみません。なんかぼーっとしていてってちょっとやばくない？でも考え事していてだと何を考えてたんだって話になっちゃうから。私こそすみません。すみません。驚いた声も変わり、何を言ってるんですか？斉藤さんは自分から言い出しても変わらず顔から手まで真っ赤になっていた。今お仕事中ですか？お土産を買ってきたんですが受け取ってくださいますか？そういった斉藤さんが羊羹の入った包みを差し出してくれた。照れてる、照れくさそうな斉藤さんの態度が可愛くて嬉しくてくすぐったい。いいんですか？ここ最近毎日で。桜さんが喜んでくれ、毎日何か買ってきてくれるとかマジいい男すぎない？つい買ってしまうんです。困った様子の斉藤さんを見てくすりと笑ってしまう。ありがとうございます。甘いもの好きなので嬉しいです。あら、みんなで食べる。お茶を入れる。今から時間は大丈夫ですか？ならお茶を入れるの一緒に食べましょうか。喜んでいただきます。お茶を用意して羊羹を切り分け、二人で並んで食べ始める。もう夫婦じゃない？ねえ。すごい贅沢をしてる気分です。あなたはいつも嬉しそうに食べてくれるので、買ってくる甲斐があります。長屋にいた頃は甘いものは口にできるほどの余裕はなかった。斉藤さんには感謝してもしきれない。どうしたどうした？近藤さんの件をお伝えしようかと思いまして。そうだね。心配をおかけしたようですね。私たちの言葉を真意に受け止めてくれました。こんな風に自分から話してくれるなんて。ゆっくりとでも確実に距離が縮まっているんだと実感できた。なぜ笑っているんですか？秘密です。いつか聞いてください。いつか聞いてくださいってどういうこと？こっちでしょ。今聞きたい。かわいい。ちょっと急じゃない？唇をおっしゃってた。このまま食べられてしまうので思う。強く激しく、むさぼる。急じゃない？なんかいろいろと。斉藤さんの口づけは回数を追うごとに深く隅々まで攻めてくるようになった。口づけは私の理性を見事にさらってしまう。息を飲む気配がする。目を開けた斉藤さんの視線とぶつかり、彼は慌てて体を離した。気がついたら失礼します。ドタドタと床の上を走ろうと。ドンと壁にぶつかろうと。斉藤さん照れてた？そう思うとなんだか可愛く思えてきて、緊張していた心がふっと軽くなるのを感じた。それでも自分の心臓の音が高鳴っているのが確認できる。膝を抱え込み、斉藤さんの新しいぬくもりを感じた。ねえ、なんかさ、そこのスチール欲しくない？ねえ。そして心の奥で斉藤さんのぬくもりを求め始めたある日のこと。新選組への風当たりは依然強かったけれど、その中でも私は楽しく過ごすことができていた。でも、今時系列どの辺？食事の支度が終わり、斉藤さんのもとに膳を運ぶ。大所帯ということもあり、みんなが食事をとる場所は狭い。そのため斉藤さんはこうして自分の部屋で食事をするようになっていた。部屋に入ると机の上にたくさんの本が開かれた状態で置かれている。その中で食事をする場所を作るため斉藤さん片付けをしていた。今日は何の本を読まれているんですか？武器についてです。また戦が始まるんだろうか。
そう思って暗い気持ちになった私の心を見透かしたように斉藤さんが頭を下げた。すいません。いえ、私の方こそ自分から聞いておきながら黙り込んですいません。まあ私は片付けておきますから食事をとってください。戦になってしまうのは斉藤さんが悪いわけじゃないって分かっているもの。そうなのよね、こっち巻き込まれる側だからね。自分が出したものは自分で片付けます。手伝おうと一歩踏み出す、その勢い。そんなことある？ほんと運よく斉藤さんの胸に倒れ込んでしまった。運よく転ばなくてよかった。ありがとうございます。恥ずかしいところを見せちゃいましたね。すいま。背中に回された斉藤さんの胸に力を込められ、彼の胸元に顔がピタッとくっついていた。ちょっと、なんか結構大胆だよね。攻めの姿勢だよね、もうね。いいと思うんだけど、抱きしめられてるの？あとの体はこんなにも華奢なんですね。斉藤さんの腕に支えられ、体がゆっくりと後ろに倒され、背中に畳の感触が伝わってきた。横になっていることは分かったけれど、状況の変化についていけない。これって、斉藤さんは顔にかかった髪をどけ、私の目を見つめてくる。こうしたあなたに触れてる。ね、急じゃない。だから熱っぽい眼差しでまっすぐに見つめられた。あなたが攻めすぎだって。いきなり本当にアメージングって感じね。口づけを交わした時からいつかこんな時が来たらと思っていた。でもいざとなるとどう反応すればいいのか分からず、私はただ見つめ返すことしかできなかった。返事をいただけませんか？眼差しには不安そうな色が濃く見える。嬉しいです。素直な気持ちを伝えると、斉藤さんは火がついたよう体に触れてきた。ねえ、そういうことだよね。気がつくと辺りは暗い闇が広がっている。体にはほてりと気だるさが残り、起き上がるのも億劫だった。結構表現攻めてるよね。すごい攻めてるなと思う。脱いでるわちゃんと。でも頭のそれは取らなかったのね。今日体を起こし見る表情、焦ったような面持ちだった。なんでこんな顔してるの？何か私は粗相したのだろうか。不安が体中を駆け巡る中、斉藤さんは口を開いた。すいません、すいません。どうして謝るんですか？私のようなものがあなたを奪ってしまったからです。そんな言い方はしないで。斉藤さん悪くないです。しかし私は、斉藤さんの体に寄り添うように、頬を彼の胸元に押し当てる。ゆうたちゃんも結構攻めの姿勢なのよね。斉藤さんは違うんですか？いや、同じ気持ちです。いや、あれまあれまあ。初めて名前呼ばれ、くすぐったい気持ちになる。斉藤さんに向き合い、彼の身元でささやく。私も好きです、はじめさん。はじめさん！あなたに名前呼ばれると不思議なほど特別な響きに聞こえます。抱きしめる腕に力を込められ、苦しいほど幸せな時間を味わった。なんかちょっと衝撃的じゃない？いろいろと。ねえ。もう7章なんだけど。いけません。いけません。いけないのよ。初めて結ばれた日から数日が経った。なぜかあの日以来、斉藤さんが私の前にある。どういうこと？何かと気にかけてくれる人なのに、お仕事で忙しいから来られないのかな？もしくは体だけの関係？許せない。最初の頃はそのぐらいの気持ちであまり気に留めていなかった。でもしばらく経っても一向に訪れる気配はなく、休息所ではじめさんの姿を見かけなくなっていた。はじめさんどこにいるんだろう。そうつぶやいた時、廊下ではじめさんの後ろ姿を見つけた。なんだろうね、もう戦が始まるタイミングなのかな。では引き続き調べてください。この声はじめさんだ。彼が出し去る前に話し上げたくて急いで向かう。あら、斉藤さん私に気がつくと右足後ろに引いた。その奥にはまるで私から離れようとしているように見えて。待ってください。手で彼の羽織を掴んだ。どうして逃げようとするんですか？逃げてなどいません。顔をそらしはじめさんは言う。じゃあ避けてますよね。避けてもいません。じゃあなんでこんな態度なの？
言ってくれるまで待つのがいい女よ。何でしょうか。私教えてくれるまで離れませんから。言ってくれるまで待ちます。あまりに突然の拒絶をどうして受け入れることができるだろう。はじめさんらしくない行動に戸惑い、傷つけられた気持ちが大きすぎて、現実を受け入れたくなかった。仕事があるでしょ。嘘でしょ。掴んでいたその手を払い、斉藤さん、どうしたの、はじめさん。背中が遠くに行ってしまう。前呼べば振り向いてくれたのに、今は気にも留めてくれない。忘れろってことなの？何？そんな、ねえ。小さな気持ちから始まった心はいつの間にかこんなにも大きくなっていて、今さら簡単に消すことなどできなくなっていた。それから何とか時間を見つけては話しかけるけど、一向に相手にされない日々が続いていた。で書いため息だな。後ろから呆れ口調が聞こえ、恐る恐る振り返った。心配っつん、どうしたもこうしたも、ふんどしと手ぬぐいが一緒に縫い付けられていたら文句のつもりだ。すいません、本当に受け取り、縫い目を見つけため息をこぼす。最近多くないか、ため息。何かあったのか。なんか相談する、なんかむずくない、ここなんか変に相談するのも違くない。しかもさ、なんかだって男女のもつれよこんなの。ここやめておいた方がいいと思う。一人何とかします。そんな顔しなさんな、気になるだろう。はじめさんのこと話すこと、話すんか結局。実は最近はじめさんに避けられてしまっていて。斉藤が？珍しいな、人を避けるやつじゃないのに。それにお前のことは気に入ってるように見えたが。そうなんでしょうか。実は最初から煩わしく思っていたとか、あんなことをしたから余計に。あんなこと？キランと音立ててように鋭くなる。何でもありません。なんか何も言わずじっと見つめてくる。何ですか？いや、近藤さんも斉藤なら安心だと思ったんだろうに。手をつけられるとはな。笑ってる。どうしてわかったんですか？ちょっと考えて変化を見つければわかるさ。考えたら誰でもわかるってことなの？恥ずかしい。しかしなるほどなるほど、斉藤らしいな。どうして笑うんですか？何、心配いらない、大丈夫だ。合点が言ったのか、長倉さん楽しそうに笑っている。どうして心配いらないんですか、教えてください。相手が斉藤だからさ、何の答えにもなってません。本当だよ。そんなことよりあんたは斉藤をどう思ってるんだ？好きです。ストレートに言いましょう。聞いておいてんならこっちが照れるな。そうよね、ごめんね。自分で言った言葉に自分がほてってしまう。可愛らしいお嬢さんだ、斉藤が。いや、これ以上先は言わない方がいいか。気になるじゃないですか。教えてください。そのうち斉藤から聞かされる。どういうこと？話を聞くだけ聞くと長倉さんは言ってしまった。新発はなんかでも分かってるってことだよね。私はそこまでの付き合いじゃないから全然わからない。心配な気持ちだけが依然心の中に残ったままだった。どうして僕があなたと買い物に付き合わされないといけないんでしょうね。ごめんなさい掃除、本当にごめんなさい。長倉さんは心配ないと言ってくれたけれど、はじめさんと会話がないのは辛いな。買い物もいつもならはじめさんがついてきてくれるのに。一人で買い物に行こうとした私を見かねてか、近藤さんが沖田さんを連れて行くようにと言ってくれたんだけど、逆に嫌だよね。隣を歩いていた沖田さんがなぜか目の前に立ち塞がっていた。何ですか？私は遠慮しました。とかあなたなら言うでしょうに。どうしたんですか？どうしたって、普通ですよ普通。長倉さんの時のように知られたくなくて、ごまかすために軽く笑い、沖田さんの横を通り過ぎた。噂になっていますよ。今の一言の意味をゆっくりと紐解こうと、隣に立つ奥さんの顔をじっと見つけると、ほらやっぱり何かあったんだ。なぜ隠すんですか？斉藤さんに聞いても何も答えてくれませんし。斉藤さんに聞いたんですか？教えてもらえていないと言ったでしょ。聞いちゃおうかな。
彼は無口ですから僕にはよくわかりませんでした。別に僕は二人がどうなろうと構いはしないのですが、買い物ぐらい一人でできるようには回復してください。え、あなたがしていたことはふらふら今日の街を歩いていただけです。怖っ。お分かりいただけたなら受け取ってもらってもいいですよ。かすいませんでした。玉を下げながら籠を受け取る。お客さんの話を聞いて思った以上に周りの人に迷惑をかけていたことを悟った。夜私は一人部屋の中で横になりながらぼんやりと考え込んでいた。気持ちばかりが空回りし、一向に解決の兆しは見えない。どうにかしないと。そう思うのにここ最近会話するどころか顔を見ていないことに気づく。このその事実が私の心を打ちのめした。何なんだろうね、本当に。雑用の仕事以外では部屋から出ない日々が続いて、ついに引きこもっちゃったわよ、もう。こんなんじゃダメなのに。あ、その声に反射的に布団を跳ねのけ起き上がった。ずっと会えていなかった人が部屋の前に立っている。そう思うといても立ってもいられなくて慌てて襖を開けた。どうかしたんですか？最近塞ぎ込んでいると聞いたのでお見舞いに。心配してくれるんですね。だったらどうして？どうして私を避けるんですか？それは、いつもの斉藤さんらしくない。なんかね、どうなの本当に。ね。避けるなどいません。ただ私がそばにいるとユータさんを傷つけると思ったのです。どうして私は傷つくんですか？遠回しな言葉は嫌。正直に教えてください。正直に教えてください。納得できません。私は正直にお伝えしているつもりです。すいません。玉下げ斉藤さんたちは、何なの？嫌われちゃったのかな？そう思うと体が重くなり頭がズキズキ痛み出した。考えれば考えるほど痛みが何も考えたくなくなった。それから部屋にこもりっきりの毎日が過ぎていく中、それを見かねた土方さんに半ば強引に外に出るように言われた。土方さん、外歩く気分じゃないんだけどな。知らず知らずのうちに背中が丸くなる。気がついて背中背筋を伸ばすけれど、歩くごとに重い石を背負うかのように丸まっていった。猫、野良猫だろうか。気づけば猫が目の前にいて私のを見ていた。人に慣れているようで近づいても逃げない。触るとじゃれてくるので愛着がどんどん湧いてくる。お前は逃げないのね。辛くない？なんかそうつぶやいた瞬間、猫はピクリと反応して飛び出していった。猫をかけていくと一軒の古い家にたどり着く。猫はその家で暮らしているのか、家の中へと入っていった。もう出てこないかな、残念。仕方なく帰ろうとすると何か燃える匂いが漂い始める。先ほどの家から黒煙が立ち上がる。どういうこと？木がはぜる音が聞こえてきた。なんで火事？その瞬間の家に猫が入っていったばっかりだったことに思い出した。待って、急に町規模で燃えてるんだけど大丈夫？猫を火の中に飛び込もうとする。しかしその瞬間誰かに後ろから抱き止められた。そういうこといけませんって。でも猫があの中にいるんです。飼っていますけれど、あなたを生かせるわけにはいかない。すみません、それって見殺しにしろと言われているようなものだった。終わったんだけど、どういうこと？ちょっと待って、グレンの幕でも 70% どころの全てあなたに。急にじゃない？灰が体に降り積もっていくんだよ。だって今行けば助けることはできるかもしれないんです。振り返り見るはじめさんの瞳には決意の色が浮かんでいた。あなたはここにいてください。私が連れてきます。はじめさんはそう言うと私を抱きしめていた腕をほどき、アサギの羽織を脱ぎ捨てる。何をする気ですか？脱ぎ捨てられた羽織を拾い上げ、はじめさんの行動を見守る。井戸がある場所へと向かい、樽を持ち上げた。水で満たしていた樽をひっくり返し、水をかぶる。まあね、水かぶっていかないと死んじゃうからね。彼が何のために金を犯そうとしているのか知っている。だからそれはできなかった。火の中へ飛び込む直前、はじめさんはこちらを振り返り、うなずいたように見えた。わずかに残るはじめさんのぬくもりを感じ、羽織を強く握りしめて祈った。
バカなことをしていますね。え？振り返るとそこには沖田さんと中倉さんが立っていた。それは斎藤の羽織だろ。どうしてここにいない。中に取り残された猫を助けに。入ったのか。斎藤らしいな。力強くうなずくと彼らは水を汲み始めた。ほら、お前も手伝え。取り壊しとは簡単ですが、そうもいかないですからね。手にした麻木の羽織を着て二人の手伝いに走る。新選組ということで敬遠していた人々もやがて手伝い始め、火の勢いが衰えていく。遅いですね、斎藤さん。煙を捨て気絶でもしたかな。冗談がきついですよ、長倉さん。とある。大丈夫です。はじめさんはきっと無事に帰ってきます。水根を歩く足音が響いた。指示で待っていてくれたのですね。静かな一言。その声に振り返ると、何？入り口すぐ目の前に斎藤さんが立っていた。肺で汚れたのか全身が黒くなっている。そんなものお構いなしに、私は彼の胸に飛び込んだ。するとはじめさんは私の体を強く抱きしめ返してくれた。話したのが頬に冷たいものが流れ始める。なぜ泣いているんですか？とか怪我を？違うと首を横に振る。強く抱きしめすぎてしまったんですね。それも違うと首を横に振る。それじゃあ、分かってやれ。お前が無事で喜んでるんだよ。そうなのですか？斎藤さん目を見開くと私を見下ろした。本当はじめさんが戻ってこないんじゃないかって心配でした。おえつをこらえ喋るとさらに涙が溢れてくる。やはり私はあなたを傷つけ悲しませてしまう。あなたのことを思えば私はそばにいない方がいいのかもしれない。そういうことなのね。流れていた涙すら乾き、はじめさんの顔を凝視した。それでも、苦しそうに顔を歪め、はじめさんは私の体を抱きしめた。私はあなたを守りたい。あなたのそばにいたい。どういうことですか？私のことを嫌っていたんじゃ。まさか。そんなはずありません。じゃあどうして避けていたんですか？私何か粗相してはじめさんに嫌われたのかと思っていたんですよ。まさか。あなたとすごくない？こんな場所でそんなこと言ってんの。私の拙い言葉では言い表せないほど。尽くし方だなんて言われて思わず顔に熱が昇ってしまう。でもそれならどうして？あの場私はあなたの美しさに溺れて自分を制御できなかった。己の欲を満たすためあなたを求めてしまった。そんな私の行為があなたを傷つけてしまったのではないかと思いました。私は同じ過ちを繰り返したくなかったんです。だから避けたと。なんか割としょうもない言っちゃいけないけどね。そんな私の行為をすべて受け止め、はじめさんは真意な瞳で覗き込んできた。何度もあなたを傷つけてしまった。私にその資格などないかもしれませんが、近藤さんの命令ではなく、あなたの言葉でお願いがあります。これから私にあなたを守らせてくれませんか？ずっとあなたのそばで誰よりも近くにいたいんです。ダメでしょうか？最後の推しが弱いところがはじめさんらしく微笑んでしまう。相手のことばかり気にする優しい人。そんなこの人の冷えた体を包むように羽織をかけながら、私も約束の言葉を言う。私もあなたのそばにいたいです。そばにさせてください。あ、もうなんかハッピーエンドじゃない。あれまよ。全然キスのスチールないねって思ってたら、あったね、ついに。あれま。すめさんのいつもより低い声に胸がざわつき始める。瞳も水の膜が張っているせいか、つやめいているように思えた。私はあなたが好きです。私も好きです。あら。ここ外よ、でも。ねえ。外なのよ。触れるだけのはじめさんの温度と柔らかさを感じる口づけ。はじめさんの私に向ける感情を言葉で交わす以上に伝わってきた。その日の晩、え？ねえ、いいの？なんかもう本当にさ。あなたが愛おしい。大好きです、はじめさん。後日談と遊戯談が解放されました。この二つね。なるほどね。じゃあとりあえず今回はこれで終わりましょうか。
ね。何なんだろうね、あとね。とりあえず、とりあえずですね。あと2つ、この2つ、後日談と遊戯談、この2つがあるので、まあ、それを次回ね、見れたらと思います。ということは次回で最終回かな。ね。はい。ということで、これで終わりたいと思います。ちょっと結果、なんか YouTube に怒られるかもしれないね。なんかいろいろと攻めすぎだよね。はい。バイバイ。